皆さんこんにちは、ジュンです。そしてツツです。よろしくお願いします。ツツさんよろしくお願いします。今日はここで GDO さんの取材、はい、そうです。 GDO のクラブシダ三社さんよ、うん、はい、新しいクラブをみんなでシダする企画なんですけど、うんうんうん、その裏側、撮影の裏側を特別にね許可をいただいて撮影をしていきたいと思います。こっちで終わり際は指示しますんで、はい、終わった後フェードアウトしていくので、はい、10秒ぐらいちょっと待ってください。20秒、こうやって数えます。じゃあちょっとソールをしてもらっていいですか。はい、そうだな、チームの顔とかちょっと女性ならではの意見をちょっと入れながら、一発目の前にちょっとこう感想を言いながら入っていただけると。あ、デザインこういいとか、ね、デザインとか、ね、ああ、なんだこれでもいいです率直な感想をちょっともらってから入ってほしいかなという感じで。あ、難しい難しそうでもいいです、はい、今回は、シムドライバーをしたいと思いますか。はい、はい、行きます。3、はい、今回はシムドライバーを打ちたいと思います。シャフトは SR です。構えた感じは今まで白ヘッド使ってたんですけど、なんか模様があるのでちっちゃく見える気がします。打ってみます。ミスショットだったんですけど、結構飛んだかなと思います。ここら辺からの入りが早い気がするので、無理に手振らなくてもなんだろう、ヘッドが返ってくる感じがします。すごいしっかりしてるんで196ヤードですね。やっぱなんだろう、打感が軽いっていうよりかは軽くも重くもなく、なんか真ん中ぐらいで吸い付いてる感じがすごいするので打ちやすいです。はい、次はこれはシムマックスを打ってみたいと思います。これはフレックス R、 ちょっと違いが分かるか分かんないですけど、行ってみます。あ、軽いのかな。吸い付きがさっきよりかはないような気がします。187ヤード飛んでるのね。でも今ヘッドスピードが50で202ヤード飛んだかな。お、飛びましたね。はい、飛べます。はい、大丈夫、こんな感じでいいですか。平気です。なんかちょっとレポーター感が、あ、レポーター感ですか。もうちょっと普段の、あ、普段そう練習して、あ、こんな感じなんだぐらいでいいです。あー、OK です。一人ごとっぽく感じ、一人ごとっぽい。じゃあ評価いきます。はい、はい、これはね、声だけいただきます。はい、シムドライバー飛距離5段階中は平均だったの3。打感はすごいっす、めちゃくちゃうまい。吸い付きが良かったの、私は結構好きなので4。はい、寛容性、寛容性って優しさですね。ミスでの感、ミスは出づらいかなと思うので、操作性、動かし操作性は
なんか、まあ、3ちょっとよくわからない。構いやすさ、構いやすさは、まあ、4、普通に良かったです。じゃあ、ちょっと持ってもらって、はい、シグの、さすが世界の貴重、印象っていうか、打つ前の、まあ、こうなんか CM とか、はい、シムいいよとかっていう、なんかイメージありますか？いや、結構皆さん今注目してるドライバーで、私初めて打ってみたので、打ってみたかったドライバーではあるんですけど、まあ、テーラーメイドさんだから打ちやすいとかがやっぱメインになるのかなと思います。私飛ぶし打ちやすいみたいな。見た目かっこよさはどうですか？見た目はなんか今までの白ヘッドよりかはなんかちょっとかっこよく、このなんだろう、モザイクみたいな力でなんかかっこいいかなと思います、今までより。カーボンです。カーボンの感じ。はい。打感どうですか？打感は吸い付く感じがしてので、打ってる感っていうのかな、はすごい感じました。シンマックスと比べてってなっちゃうんですけど。マックスは、どっちかっていうとここの初速が速いのかなと思ったので、まあ、飛ぶのはマックスの方が飛ぶとは思うんですけど、まあ、操作性は多分マックスよりもこっちのシムの方があるのかなと。ぶっつけ本番ですよ。はい、シム、どういう人向きですか？ちょっとしか打ってない。シムはもっとなんか、ま、力があって、まあ、ドローとかフェードとかいろいろ球を打ち分けたいとかいう人に向いてるかなと思います。力があれば多分飛ぶと思うので、テクニックがある人向きかなと。ゴルフ女子はどうですか？買いですか？あ、ゴルフ女子はどうかな、ちょっと重たいかなって感じはします。打ち切れないんじゃないかなっていう、多分飛ばないと思います、はい、OK です。素晴らしい。実際何なのか私は分かんないから勝手なこと言ってるけど、ね、いいですよ、率直な意見がいいです。はい、リアル先生素晴らしいです。合ってます？素晴らしい、勉強になります。分かんない、ちょっと合ってる、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 ね、いきます。はい、3シムマックスを打ちます。シャフトは R です。見た目はね、すごいボールが出るのが早い感じ。もう一回打っていいですかね。打ちます。じゃあ飛んだ気がする。スピードが50の199.5、200ヤードいかなかった。はい、じゃあこれね、はい、これシム打ちます。92ヤードです。はい。です。はい、飛びます。マックスはね、触れたら飛ぶと思うんですよね。というか、今回はちょっとね、すごい。はい、振りに、はいはい、振りに行くと、SR だったら飛ぶかもしれない。巻き替えてからいいんですよ。シャフトがちょっとあったら、すごい。いくつですか？メンズですからね。まあ3かな。多分飛ぶとは思うんですけどね。合ってなかった。合ってない。うん。打感は。打感は
うん、私あんま好きじゃないから3 はい、可能性ミスはでもそんなないから4はい、操作性操作性もなんか普通の4はい、釜屋さんは普通なの4はい、はい、釜屋さんどっちも4なんですけど、はい、違い、釜屋さんの違いとかって分かりました違いあ、えいや、あんま分かんなかったですね同じあ、同じかなと思いますえ、なんか違うんですかえ、違うのいや、分かんないですけどあるのかな振った感じも振った感じはうん、やっぱヘッドの重さを感じるのがどっちかっていうとシムの方があったのでやっぱ軽くてシムマックスはやっぱちょっと力が弱めな人弱めな人って言ってた強くない人に、まあ、おすすめかなと思いますどう違うんですかね打感が打感がなんていうか軽いんですよねシムマックスはシムはなんか吸い付くんですよここにボールがでもシムマックスはここが速い離れ球離れが速いから飛ぶとは思うんですけど私は押し気味で打ったりするのでこう回転が多分すごいかかっちゃうのかな回転かかりやすいんで打ち方をちょっと変えないと飛ばないと思います私はシムマックスの場合ちょっとねこう上がって右に行くような感じだったはい、はい、シャフトはどうでしたシャフトは違うんですけどシャフトはまあ標準なテーラーメイドのこうヘッドが戻ってくるようなしなりがするようなシャフトなのかなっていう感じがして私は好きなタイプです両方とも SR も S も、うん、SR も R も、どんな人向けですかシルマックスシルマックスは、まあ、飛ばしたい人ですね多分飛ぶと思うのでちゃんと振れれば女性でも女性でもおすすめですねこれはちょっと力がない人でも飛ばしやすいクラブだとは思います。アベレージの女子でもいける。いけ、アベレージが例えば90とか。まあ、ヘッドスピード30から35とか。ああ、うん、打てると思います。うん、最後に、りょうちゃん、はい、買うとしたらどっちですか。はこっちシムです。はい、OK です。私は飛び重視じゃないので。はい、じゃあ次行きます。はい、キャロウェイ行きます。カメ行く。シムマックスの方が簡単ですよね。いやでもいいと思います、はい、そういうリアルな感想は、はい、じゃあちょっとソールしてください SR の良かったですかねシャフトがちょっと固めのちょっと固めのが好きなんでしかも最初 SR っていうかあれだったからそうかそうかちょっとそれでちょっとタイミングがすいませんおぉなしがいい感じでしたよ